日本東京都江東区海の森会の森は東京都江東区の町名。現行行政地名は海の森1丁目から海の森3丁目。2020年6月25日に全域で住居表示が実施され、郵便番号は135-0066となった。なお、町名設定以前は暫定的に江東区大見3丁目地先。 大見三丁目地先中央防波堤内側埋め立て地とされており、郵便番号は135-0064が用いられた。また、中央防波堤の郵便番号は135-0065であるが、住居表示実施後当面の間、蒸気住所を記載しても配達される予定。中央防波堤埋め立て地のうち、中央防波堤より北側の敷地に該当する。 東京都江東区の南西沿岸部に位置する埋め立て地で回路を挟んで北側の青海に接する。南岸五岸は中央防波堤の一部と一体化しており、回路を挟んでその南側にはさらなる埋め立て地が位置する。もともとは夢の島、若須などと同様にゴミの埋め立て処分場だったところである。当地には町名設定以前より東京都港湾局によって 海の森公園の造成が行われていた。中央防波堤埋め立て地の帰属先が確定したことを受け2019年に江東区が町名案を公募したところ500通を超える応募の中で海の森が最多となった。江東区はこれに基づき馴染み深い名称であること、緑豊かな自然をイメージできること、及びオリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーと、 なりうることの3要件を理由として、海の森を新たな町名に設定することとした。江東区の町名として成立したのは2020年4月1日である。同年6月25日付で、住居表示を実施。第2高路トンネルで青海と、東京航海の森トンネルで、有明と結ばれている。また、中央防波堤外側埋めた手地を介して、臨海トンネルで、大田区城南島。 東京ゲートブリッジで高東区はカスと結ばれている。ただしいずれのトンネルや橋も歩行者、軽車両、原付バイクは通行不可のため来訪する場合は自動車やバイク、または都営バス、東京テレポート駅発着の波01系統、中央防波堤域を利用する。ありがとうございます。